サンジャーン、サンマガリ、コミショク、ルサク、サンジャンクでーす。一色建築、さあさあ、一色建築第2回ですよ。やってまいりましたか、あの地獄の企画、はい、地獄だった。めちゃめちゃ楽しかったけどな。天国企画だったけど、なんか、頭を抱えた記憶しかないないやでも自信はね、なかったあの時やっぱり。まあ一色建築といえばやっぱり一色でどうやって建築するかっていうところで、まあ、その人のね個性だったりうまさも出てくるんだけど、プラスでやっぱ運が絡んでくるんだよね。はいはいはい。それも何色の何なのかがね。そうそうそう、それも一色建築の面白さだと思うんで、今回ももうランダムで運に任せましょう。オッケー。前回黒白赤はもう気質だもんね。そうなんだよね。前回3人のカラー、水色赤緑プラス白黒にしたんだけど、白黒赤が出たんで、今回はじゃあ緑と水色はそのまま残留、一旦ちょっと別の色として黄色を入れましょうか。水色緑黄色で外れ枠用意しました。正直私でもそれ出たらマジで頭抱える、どうしようっていうのを入れました。何色の何？紫色です。紫です。ある、ボンさんハズラクとして扱う気か。いや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 、別に紐づかないよ、色と人は。はい、ということで今回はパクパクドロッパーくんではなく、ウホウホゴリラくん、股間エディションでいきましょう。股間ボタンエディションでいきましょう。ここに実はボタンがあって。なんでいつもなんか股間についてんの、いつも。股間が一番隠しやすいんだよ。だってさ、これがさ、よかったさ、うん、お腹にこれあったらさ、排気胸エディションで行こう。パクパクドロッパーくん排気胸エディションで。なんかこれおかし、ここにトラップドアあったらおかしいでしょ。股間が一番盛り上がってても違和感ないんだよ。なるほどね。はい、股間ボタンエディションでいきます。じゃあ行きます。はい、ポチ。うわー、やっほい、水色、ふぅふぅ、いいなぁ。ちょっと結構当たりじゃない？何でもできるじゃんね。意外とでも水色、俺緑か黄色が良かったんだけどな。まあまあまあいいでしょ。あ、そうなんだ、そうなんだ、うん、はい。じゃあ次私行きたいけどな。動画的に最後に私が紫引いたら一番おもろいからな。紫2分の1にしようそうだね、頼んだ。やめてくれ、紫引け、紫引け、ポチッ。うわっ、うわっ、やっぱりそうなりますよね。結局私たちって言い出しっぺなんですよね。でもしかも、ちなみに私一番欲しかった色黄緑で、二番目に欲しかった色が水色なんで、もうどっち引いても外れです。結局外れしかない。ただ外れの中でまだ耐えるのが黄色かな。いろんな種類あるからね、黄色は。はい、いきます。ポチッ。ね、もう知ってたんだよな。はい。なんかもう知ってた。絶対こうなると思ってたんだよな。だから私最後行くって言ったんだよ。三チャンク。じゃあ一応移動してブロックを各自置きだ、はい、置きなんかあの整理しますか。そうだね。っていう感じで。いやー、紫自体は別に悪い色だとは思わないんだけどさ、だいたい紫って何かとセットで使われるんだよね。なんか差し色感はするよね、すごい。なんか黄色系の色とか肌色系の色とかと一緒に使われるイメージ。一色ってのがガチで鬼畜だと思う。みんなが知らないものを作っちゃうかもしれない。マニアックなものになっちゃうかも。巨大ナスビでしょ。巨大ナスビ全員知ってるだろ。校庭にあっただろ。校庭にあった。えどういうこと。え、巨大ナスビってどこの学校にも校庭にぶっ刺さってるもんじゃないの。どこで暮らしてたの。シーランタン水色ですか。水色判定でいきましょう。シーランタン水色判定でかすんぎ。まあ一通りとりあえず出した。もう一通り出し終わったんですか、うん、早いですね。そんな数ないもん。 OK、 じゃあ各自ブロックの確認は済んだでしょうか。はいはい。ということで一色建築バトルスタート。スタート。久しぶりですね。これなんか前なんか会話がマジで少なかった記憶がある。むずすぎて。いやでもこれでさ、紫でちょっとでもすごいなって思うもん作れたら本当にすごいから、うん、そうだよ。チャンネル登録頼むなみんな。、うん、まだの方頼むな。
おすすめ出てくるからいいやと思ってた方頼むな。うわこれでもちょっといいもんできるかもしれない。マジ、うん、コメショー今日取りな。いいよ。おお、いいね。今日はコメショー取りということで、私は期待してほしくない。普通の人はできないから、それをやってのける、そこに憧れてしびれさせるのがマグリよ。うんうんうん、まあ見とけ。ただ本当に私が心配してんのはみんなが知らない可能性を心配してる。大丈夫大丈夫、知ってる程度で行くから。はいはいはい。チナザッピは何を作ってんの？言わんでしょ。自然な流れで聞いたら、うん、教えてもらえると思ったの。チナザッピは何を作ってんの？言わんでしょ。ドラゴン作ってます。ドラゴン作ってるんですか？そして終わった、もう言うんかい。ネタバレです。あーでもいいですね、分かる人が見たらまんまじゃん、すげえじゃんってなると思う。確かにいいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん。確かにってない、スペクテーターで見てる今私の建築。うん、適当言うなよ。いやーでもどうしてもこれ入れたいんだよな、この色。入れろ。赤なんだけど。ダメ。ダメです。かうわー、これ分かる人にとってはもうこの時点で何作ってるか分かってるんだろうな。恐ろしいな自分の才能が。紫一色でこんなもん作れちゃうんだ。俺もでも結構今回負けず劣らずだよ多分、うん、今回はあんまり巨大なものは作りません。はいはいはい、スーッと作ります。はい、ギコギコもしません。巨大なもん作るんだな。作れません。ギコギコはしませんわ。ギコギコしてる人のセリフだから。イコールそうなんだよな。うわあ。これマジ伝わるか伝わらないかは本当にその人がこれを知ってるか知らないかになってくるけど、シンプルにクオリティで言ったら今んとこいい感じ。マジ？うん。知らないって言われたら泣くだけ。どうないかな、結構俺はね、うん、なんかあの、まあ、絶対わかると思うんだよ多分何を作ってるか、はいはい、けどその中でもこれっていうのがあるから、はいはいはい、ちょっとねこだわりが大事よ。だって建築バトルだからね、何を作ったか当ててください選手権じゃないから、ちゃんとやっぱそれディティールもねやんないと、ディティールまで再現して初めて建築バローだから。バロー、バロー、バロ、やめろ、やめろ。いやよくあの動画で使えない感じの意味のないノリが続きそうな気がした。サンチャンク。これな、いわゆるうまいはこれなんだろうけどな。お、それ乗り越えろ。いやね、ちゃんよ、うん、そのいわゆるうまいをすることによって、うん、作品の良さが消えてる気がするんだよな。そう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 、そこだ、コメショーが絵に描いたような映画監督みたいな人いるな。その常識をぶち破るんだ。いいものを作るんじゃなくて、いいものを作るんだよ、小泉だ。みんながいいと思うものを作るんじゃなくて、自分を表現するのが建築なんだよ、コメショー。それ置きに行くなよ、それ。みんながこれいいと思うんだろうなを無視して自分を通したときに建築力爆上がりするから。本気で言ってるのか分かんないんだよ。本気で言ってる。本気で言ってんだ。本気で言ってる。絶対置きに行くなよ、うん、そのこっちの方が評価されるんだろうなを無視したときに自分のやりたいこと見つかるから。ちょっとやってみろ。じゃあやってくれ、それが見たい、コメショーのそれが見たい。急な情熱何もある。それは建築を愛する者として、それ仲間の成長は嬉しいよ。世界が終わるまでは。スラムダンク見た？この動画の編集も難しそうだな。むずい。え、でももう作るものは決まって、コンセプトは固まってんの？うんうん。あ、まだ探ってる。まだ置いてないブロック。終わったよもうこの企画じゃ。結構過去一楽しくなってきてる今。
建築バトルで。紫出た時本当に終わったと思って、本当にどうしようと思ったけど、今過去一楽しくなってきてるわ。ちょ、ガチで当てに来てほしいな。何作ろうとしてるか。好きなものでしょ。うん、麻婆茄子。麻婆茄子、ナスアレルギーだ。紫、うん、ブルーベリーくん。あれ、いやごめん、あのちょっと待って、当ててほしいって言った私が悪いけど、ちょっと待って、ごめん、マジで、ちょっと全然ふざけた。違うんかい。なんやねん。焦らすなよ。大丈夫、絶対当たらんから、楽しみにしてくれ。本当にブルーベリーくんだと思った。ガチズボシかと思った。可愛、うん、いって言ってたしな。というわけで終了。ウェーイ、サンチャンク。さあ、自信のほどは皆さん。俺は思い描いたものが作れましたと、うん、おー。というわけで、はい、一応僕が、まあ、使った、まあ、ブロックというか、まず水色のブロックね、上のこの、はいはいはい、まあ、こんな感じかな。使ったブロックが実はね、この4種類なんですよ。4つだけなの？で、これね、ちょっと理由があるんだよね今回。ちょっと自分でいろんなブロック使いたいとか言っとって、はいはい、結局あーこれダメだなってなったんでちょっと変更しました。なるほど、はい、はいはい、それでは僕の建築こちらです、どうぞ。だれれれれ、おお、はいはいはい、北斎。おお、わかった。いや、めちゃくちゃいい、うまいね、うん、この波の感じとか北斎よ。ほんと？あ、北斎ね、うん、あ、北斎。違う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 。思いついたことすぐ言うな。まあちょっとこだわりポイントなんですけど、はいはいはい、いや、もっと正直海を表現しようと思ったら、もっとガラスとかを使って、うんうんうん、こうなんていうの、こう、いや、わかるよ、うんうん、バラ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 こうやって置いてったら、ね、もっとすごい自然な感じになったんだよ。はいはい、けど、まあ、それをやっちゃうとなんか絵の感じとかが全く表現できなくなっちゃって、リアルになっちゃって。なるほどね、はい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 、なんかこれは波を表現するものとしては正しいんだろうけど、あえてそういうのを使わずにちょっとやってみました。素晴らしい、なるほどね。だからこれはあの波を表現した建築じゃなくて、あくまでもう北斎ちゃんのリスペクトしたあれだから、こういう不透明度のあるガラスとかを使わずに絵っぽさを出すために不透明ブロックだけで使った、作ったってことね。それ素晴らしいこだわりだね、めちゃめちゃいいね。ちょっとこらえました。綺麗だったんだけど、うん、やっぱこれはちょっと良さが失われてしまうということで、うん、あえて使わないっていうね。いや、すごいいい選択だと思う、はい、いいですね。うん、あとこのシーランタンがこれまたさ、バブルな感じにちょっと見える、ね、弾けてる感じに見えるから、はいはい、波のしぶき感がすごい出てる。いや、ちょっとシーランタン多めになったことによってなんか白要素あるんじゃねっていうちょっとチーターっぽさはあったけど、うん、ああなるほど。いや、でもこれはセーフでしょ、うん、まあそんな感じで、でこの一応ね、この白っぽい、うん、氷塊、これでなんか日本画の葛飾北斎のやつって、うんうん、なんか波にやっぱなんか線が入ってる。わかるよわかるよ、めっちゃわかる。その線とかを、まあ、表現して、なんかちょっとやっぱ自然界の波ではないけど、うん、まあ、絵としての波を表現しました。いや、素晴らしいです。言うことないでしょこれ。あ、いやでも言うこと、はい、唯一あるとしたら葛飾奥さんね、船あ浮かんでたはずだから、船とか作った方が良かったんじゃない。なんで作んなかったの。いやいや、建築バトルのもうコンセプトから覆ってるよもう。これダメです、これルール違反。置いた時点で。そうねそうね、うん、今回一考えすぎてルール完全忘れるやつみたいな。よく言えば、うん、この余ったブロックとかで後ろのなんかあの和紙っぽい感じをなんか表現できたらなみたいな。立体で作ったからこう額縁っぽい感じがちょっとうまくできなくて、これ断念しました、うん、いやー、でも本当にめちゃくちゃいいと思うね。どう見られるかだけじゃなくて、自分のこだわりとかもね詰め込むようになってきだしたら、もうそりゃ領域入ってるよ。領域入ってる。入ってますよ、もう領域。領域入ってますか、うん、よかった。いや、素晴らしい。サンチャンク。はい、私ですね、うん、使ったブロックはメインは本当にここら辺の、おー、はい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 、あー、はい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 、これぐらい緑ですもんね、コンセプトは、うんうん、そうそうそう、すでにこの色味全部なんかいい感じにまとまりあるから、うん、これ建築になった時もなんかすごいいいヒーリング効果生まれそうだね。確かになんか癒されそう。これ見てるだけで癒されそうな感じあるよな、うん、それでは私の緑建築こちらです、どうぞ。だらららら、おー、おー、めっちゃいいじゃん、すげー、おー、え、めちゃくちゃいいじゃん、え、これすごいよ、
緑で水没してる感出したかったけど、うんうんうん、まあちょっと濁った水のイメージで。いやすごいいいねいいねいいね、水没地でございます。今回神回じゃね。今回めっちゃいいじゃん。普段は割と細かいとここだっちゃうけど、今回はもう全部抱き寄せて、うんうんうん、インパクトだけね。いやめちゃくちゃいいじゃん。いやなんかその細かい装飾とかを逆に控えめにすることで物量で勝負っていうことよね。そうそうそう。おお、ゾンビの顔で信号機も表現してる。それなんかゾンビの顔使いたくてどっかいいねいいねいいね。あー本当だ、かわいい。この辺とかすごいだんだん濁って下に連れて薄くなっていく感じがこの段で表現されててすごい綺麗です ね、これ。いやもう最高でしょこれも。いや素晴らしいんじゃないか。なんでさ、なんかもっと自信な、何これ、なんで自信なさげにしてたのか全く分かんない。確かにな。もうちょっとね、なんか、うん、いろんなものは作りたかったけど、その街だから、うん、別に建物だけじゃない、ビルだけじゃないから、うんうん、他の場所ももっと作りたかったけど、まあさすがに時間的にビルと木と道と定見解だったって。はい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 。いやめっちゃいいね。今後ずっと全部一色でいく？俺は一色でいいんじゃないもう。うん。以上です。いやー、ありがとうございます。言うことなしです。サンチャンク。はい、今回私が使ったブロックがこちらです。まあまあまあ、はいはい、普通に、うん、まあ量としては全然。紫だよね、全部。多い方だと思うし、紫でもある。よかったよかったよかった。私、紫で何か作るってなった時に、紫一色でできてるものって現実にもうほぼないんですよ。本当にナスビとかしかないから、ね、っていうことで、現実にないものなんでファンタジー空想世界から持ってきました。ということで後ろ振り向いてください。どうぞ。ドーン。うわーすげーすげーレベチじゃんこれ。すごい。やば。どうよこれ。やばいでしょ、自分でも思った、うん、これはすごいわ。うん、米酒は全部わかる？全部言わないでもらって。ああ全部わかる、よかったよかった。え、ルザピは全部わかる？これこれだけわかんない。どれ？メイン真ん中。うん、だよね。そう、結構新しいよねこれ。そうそう、だからルザピはわかんないかなと思ったんだけど、こちらガラルフリーザーって言って、あのフリーザーのガラル地方バージョンのやつですね。まあ、正式には違うらしいけど、ガラルフリーザめちゃくちゃかっこいい。そう、紫だけで作れてインパクトのあるもんなんだろうと思ったらガラルフリーザーだったんだよ。でこれ黒曜石 OK でよか助かったんだけど、こんな時間あったか。いやーこれはねめちゃくちゃ今回自信作で、羽とかもさ、これこの羽のここら辺の感じとか、うん、めちゃめちゃ手で凝って作業したんだよな、こだわって。うん、1時間っていう時間でどれぐらいこの羽のディティール凝れるかなと思って。すごい。そのこのエーフィー斜めに作ってんのがマジで狂気じみてる。うん、いいでしょう、うん、このエーフィーもね。いや よかった、エーフィーだって伝わるか、よかった、うん、もうエーフィーでしか。エーフィーとあとメタモンね。メタモンかわいい、ね、かわいいって言ったらメタモンです。メタモンかわいい。で口はねこの細い線表現するためにハーフブロックで隠して口を細くしてます。たまんねえなこれ、やば。これポケモン好きが見たらたまんねえよな多分。これはすごすぎるマジで。めちゃくちゃ今回自信あったわ。けど2人のもめちゃくちゃ今回良かったから、本当に過去一レベル高い建築バトルだったんじゃないの。い進化してますね私たち。進化してるな。いやーすごい楽しい撮影だった。ポケモン大好きだから作って楽しかったし、まあ、いつもねバトルと言いつつも勝敗は決めないのが私たち流なんで、皆さんいいと思った作品があったりとかしたらコメントでお願いします。お願いします。というわけでこの動画がいいと思ったらぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お疲れちゃんちゃんちゃん。包む。あの頃私が見上げた空はいつも境界線が強く見えた。たくさんのことを学んだ今を思えばもう怖くないさ。